マジ旅シーズン2、前回までのあらすじ。今回も100万再生級のバズり動画を目指して旅を続ける開封大好き押し広。しかし今回の企画は指定された金額分自腹を使わない限り終わらないという地獄の企画だった。しかし幸いにもシングルスターさんの1万円ダイソーリパによって4万円と引き換えに取れ高と裏切り者の都をゲットする。残り7000円でロケ終了となるが、果たして取れ高は手に入るのか。そして今回衝撃のラストが待ち受ける。マジ旅 MTG シーズン2始まるよ。というわけでフルコンプさんに行ってみたところ、なんと、マジックオリパあったんで買ってきました、ね、結構当たりな。ちなみにね、このオリパなかなか面白くて、全30口なんだけど17口が当たりみたいな感じなんだよね。じゃあもうほぼ当たりじゃん。ただなんつうだろう、全部平たい当たりなのよ。だから2000円だけど、なんか2500-600円ぐらいのみたいなで、だからなんかね、で逆にじゃあその残りの13口はどうなってるんだっていう。なるほどね。ちょっと外れ引きたいまである。さあ何が出るかな。一応魂の洞窟だけはぶっちぎりで当たりだけど、それ以外はね、多分変わんない。まず1、2となったらこれが当たりか。じゃあいくぞ、せーの、ドゥン。止まった。でもお前にはまだもう一個あるだろ。あれだ。いやマジ俺人生でね、これ買う日来ると思わなかったよ。俺が欲しいって言ったな。これそう、お前がねバルダーズゲートをちゃんと買うっていう。このキスヤンキーのレイゼルってことこの間やったから。このゲーム仲間とやれんの？あ、やるって本当にいたした。いたした、こいつと。で終わった後に傷だらけになった。体傷だらけになる、なるんだ。待て待て、バルダーズゲートってそんなこともできるゲーム？できる、仲間と寝れる。マジで？ロマンスがあっちゃんと。え、こいつ名前なんつった？俺も知らないんだけど。レイゼルかな。でも、もし俺もしかしたらそのギスヤンキーの違う種。ああ、なるほどね、はいはいはい、レイゼルがカード化してるのは分かるから多分レイゼルな気がする。これが一番人気あるんでしょ。でも一番人気。あ、そうなんだ。一番人気ダンジョンのドラゴンズだぞ。ちょっと待って、開けようぜ。一応これちなみにドラフトブースターだから枚数は超いっぱい入ってんだ。遊べるじゃん。まあまあそうだね、お前は遊べるかもしんないわ。はい、ちゃんと取れ高がなかったのでカットしました。すごいね、お前ぐらいやつってまだ会ってないのがいるんだ。フェイワールドの訪問者、なんかフェイワイルドだけなんか聞いたことある。でもまだレアないから、次レアじゃない、次レアです。やった、思考思考回避。これお前知ってる？これなんかあるあるあるらしいの。あるこういうのがあるっていうの。なんかバルダーズゲートって歌舞伎町みたいなもんらしい。どういうこと？なんか港町でめちゃくちゃ栄えてるけど、めちゃめちゃ治安悪いみたいな。そこ仕切ってるやつらみたいな。これね、さ、お前ゲーム中ではまだ出会ってないの。バルダーズゲートついてないのよ、まあ、え？バルダーズゲートやってんのに？やばいでしょ。やば。お、なんか光ってんじゃん。え、面白。次俺自腹で買おうちゃんと。バルダーズゲートマジ膨大すぎる。え、でもあれバルダーズゲートってそのエンディングの分岐はさ、その1万通りあるかもしれないけどさ、普通に全プリするだけだったら何時間とか。それでも120時間ぐらいかかるし。え、今お前何時間ぐらいだった？14時間。え、じゃあもう全然じゃん、マジか。俺さ、あでも結構進んだなって思ってるんだけど、全然らしい。だって14時間だったらそりゃそうなるな。まだまだ一つの戦闘がめちゃくちゃ時間かかんの、本当に。なんかね、セーブとロードでさ、だからまあ普通のダンジョンドラゴンズってこうサイコロ振って、あ、攻撃当たんなかったっす、はい、じゃあ次あなたの番みたいな感じなんだけど、あのゲームさ、中途半端にセーブが途中でできるからさ、あ、ダメだった、ロード、はい、もう一回みたいな。え、そんなのできるの？できるからさ、まあ、本当はやっちゃダメなんだろうけどね。あ、なるほどね。本当はやっちゃダメなんだけどさ、なんかさ、レアアイテムとかそれで逃すのさ、なんか嫌じゃんって思ってたまにやっちゃうのよ。それで俺多分テンポ悪くなってると思う。やっちゃってんな俺。やらん方がいいな。いや本当は多分その普通に全てを受け入れて遊ぶのがいいんだと思う。ダイス回して。そうなんだよね。万代取れか。ここも取れかかる。万代ってさ、そのまあ俺も昔よく行ってたんだけど、まあ、万代に
ついにここにも進出してきた、バンダイトレカ。もう燃えてみるかね。まずこれだろ。こわ怖っ。めっちゃ怖いね。何これ。もうこの画像だけで怖いんだけど。え、待って、中身はすべての当選、え、担当者も何を入れたか忘れましたよ。それは嘘だろ。カードとは限らない。ちょっと待って、やんのかよ。やるだろ。謎だぞ。謎だからやんのかよ。でもガシャポンなんか可愛くない？めっちゃいいやん。めっちゃいい。え、これだけで100円の価値あるでしょ。中身には100円の価値ありそう。え、ちょっと待って。あ、でも開けやすくていいわ。なんかテープでがんじがらみじゃないから。あれじゃん、マイキー。これマイキーだよ。マイキーではないんじゃない。違うの、東京リベンジャーズ。マイキーしか見せマイキーじゃん。マイキーもっとなんかこういう髪型じゃん。真ん中なんかこうしてる。あ、見ろ、ラプラスの自販機。え、てかラプラスって何？あの、そう、宮城応援ポケモンだ。あ、そうなん。そう。あ、だからか。香川はさ、ヤドンなの。え、そうなん。香川ってうどんだからヤドンだし。あー、なるほど。なんかいろんな県で流れて、宮城がラプラス、当たりだよね。いや、ラプラス相当当たりだよ。ちなみにお前の家のところは、謎の草です。え嘘嘘、びっくりした。本当お前がもっと頑張ってればエンテとかになるかもしれない。いや、それいいよ、エンテにしてほしい。苔がやっぱいいね。なんか華やかでいいな。きらびやかだよね。これね、どうなってんの。え、これさ、これ開けて引き換え券が出たら2回ここがね、鍵が入ってたら鍵ここ開くんだ。マジで。ちょっとどうですか、予算もあるし。いや、そうです、普通に楽しそうだからやるか。当たりは Q から W のロッカーの鍵、当たりは A から G のロッカーの鍵。3000円だとこの A から G か。てかこれさ、俺ら今この巨大なさ、これに超面白いな。あ、やば、鍵確定。鍵確定でもすげえ、めちゃめちゃある。え、鍵確定、鍵確定これ出たらやばいでしょ。でもさすがにさ、やっぱ1万はいかれてるからさ。いや、少なくてもボックスとかにはなるんじゃん。え、でこれ今1個も開いてないじゃん。絶対鍵は当たるんだろ。そう、お前これは、待って、いや、あ、でも1個だけあるわ。こいつだけいなくなってる。このデカさだね、しかもね。じゃあ誰かがやったんだね。でもこれはショーとバズると思う。やろう、これやろう、これやろう。これ2種はいたいな。ポケカ、鍵確定、自販機、リプレイ1万円やっていく。すげえ。画面、まだ勝てる。画面をタッチして、はい、商品を決めてタッチ。あ、なるほど。待って、え、いや別に何でもいいんだよ、これは。ここの部分が当たるってわけじゃないでしょ。いや違う、ちょっと関係ない、関係ない。ラッキーナンバー、今日のラッキーナンバー。え、お前ちょっと一桁もあんじゃないの。あ、10からなんだ。控えめに21。いや、お前19だから誕生日。お前いく、出ろ。いやー、やば、取れだ、取ら、支払い完了。怖っ、怖っ。商品出荷中。アマゾンみてえな書き方。やばだって。え、でも厳選なあれを経てここに落ちる。ああ、配達リスト今録画されてるじゃん。もうされてるよ。よかったよかった。なんで怖い、なんかされなかったら。あ、取り忘れてた。あ、ごめん、取り忘れてる。やめろ。え、じゃあ、え、開けるぞ。開けて、入ってる。おお、怖っ。こんなこんな薄い箱に。すごいな、こんな仰々しい箱の中に。鍵です。鍵ですか。やべえ、絶対どれか1個。いや、これだろ。もう2番、4番、5番、6番当ててこう。いや、もう頭のせないんだよ。え、でも16番とかも当たりらしいな。 あ、まあ、あと貝、貝。え、うわ、ちょっと待って、めっちゃ興奮する。鍵、さあ何番でしょうか。で、うえぇ、ゴムじゃん、56番って。え、なんかそんなゴムはある。ちょっと待って、これ、これじゃん。お酒見るか。ああ、うわぁ、これはまずいですよ。何これ、ちょっと待って、怖っ。え、ちょっとでも開けるわ。
で見て。これでも危険な花粉じゃない？マジでこれは。え、これこんな高かったっけ？ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。どんまい。いや、わかんない。5兆円かもしれない。いや、確かに。調べてみる。果たして1万円で手に入れたそのカードの価値は、はい、価格、はい、8980円です。意外と悪くない。いや、結構面白かったわ。そうだね。あれマジックでやってくれたらな、なんか同じようなことマジックやってくれたらな、もっとお金使う。自販機と鍵のシステムがいいよね。ねえ、結構ワクワクするんだよ。ああ、だから、ああ、もうアーケード疲れたよ。アーケードしかないんだよこの街はよ。あとちょっと行くと仙台メディアテイクっていうのがあるわ。何それ？なんかね、何だろうな、あれなんて言えばいいんだろう。一応図書館とか入ってたりするんだけど、うん、市の施設みたい な, なんか市の施設。たまに展示会とかもやってて、うん、なんかジョジョの展示会やってて、それ朝から並んだ気がするわ。ジョジョってこの町舞台なの？そう、なんかね、それだけは知ってるわ。森王町4部の森王町舞台で、うん、でもなんかね、そう、キラヨシカゲっていう4部のダースボスがいいんだけど、うん、キラヨシカゲがあのスーツのボタンを直してた、うん、そこは靴のムカデやってところで直したの、うん、その実際に靴のムカデやってのがある。だからみんなここに来たら靴のムカデ屋に行って、領収書をキラヨシカゲで切ってもらうっていうのがこの町の聖地巡礼でよくある。それ店迷惑だよ、キラヨシカゲで書かなきゃいけないわけでしょ。でもやっぱさ、そのああお店からしたら結構いろんな人が観光で来てくれるから、まあね、ありがたいらしい。ムカデヤって名前の？そう、変わった名前なんだって。まだあるんだ。まだある。あで NHK の建物があるの、仙台。うん、でそこだとなんかその最近さ、その岸辺露伴は動かない。ああやってたね、高橋一生とかも。あの衣装とか飾ったりする。なるほどな。仙台のそういうところは面白いです。仙台で良かったなと思ったから、やっぱジョジョが好きだったから、ジョジョの舞台だったところはすごい好きだった。じゃあなかなかお前結構いいとこだけど、仙台。まあいいとこかもしんないけど、東京の方がいいとこだから。俺のハレリアに到着しました。なんかだいぶ変わったね、テイスト。ハレリアのねえ、まあ、こんなんだったっけ。え、行きたい早く。ここの方が楽しそうだな。こいつやばくない？あざとすぎない？これ知ってるな。自分が可愛いこと、うん、分かってる顔してんな。可愛すぎる。これも可愛いな。ちょっと本気で生きてえな。これぐらいがいいな、こいつぐらい。なんかあー、まあ、謙虚な謙虚な感じがいいね。こいつはもう超分かってる。これどうすか？いやみんな可愛いな、この子好きだ。これも可愛いね。膝乗ってくんだよ、お前。あ、生きてえな。膝なんか乗られたらもうイチコロだからな。じゃあ行きますか。行きますか、リオ。犬カフェリオ。まあじゃなくて、まあハレルヤですね。4階にハレルヤがあるんで。お世話になってるからね。うん、行ってみましょう。まあとりあえず、まあ今回マジ旅だからな、ちゃんと。今度犬旅ってのやろう。犬旅やりて、めっちゃ楽しそうじゃん。全国の犬カフェを回ろう。やば。じゃあ行きますか。はい、お邪魔します。良くも悪くもハレルヤですね。まあいつもの。そう。だから匂いまで同じ。じゃあ。だが、うん、すごいな。なんか匂いまで同じにできるって。クオリティだよ、ね。クオリティ高い。ハレルヤの。うん。どうしよっかな。でもなんかあのここならではのものがやりたいですよね。うん。あ、なんかある。復活のハレマサム。ポートギアスみたいなフォント。これはね、あの復活する前の普通のハレマサムネがあったってことがあったんじゃない。伊達政宗って何した人なの？お前知ってる？まあ武将だよね。戦国武将です。
何した人っていうか、まあそのいろんなところに戦国大名って言ったじゃん、この地域は柴田勝家がいた、まあ、それのなんか一人が伊達政宗で、でまあ片目でさ、でこんななんか月のマークあったりさ、東北全部主張に収めてたからさ、結構なんかその逸話が強いからここまで優遇されてるよね、まあ、あと戦国バサラだよ、戦国バサラって知ってる？いやバサラ名前しか知らない。戦国バサラで伊達政宗は六刀流なんですよ。え？六刀流？六刀流なんです。6本剣持ってるのだ。そう。腕何本あるの？指と指の間に1本挟んでこうやって持ってえ、で刀なの？そう、で中井和也さんの声で、Let's party! っていうの。それ以来伊達政宗は結構人気が上昇した。え、ゾロの倍じゃん。ゾロの倍だ。で、声ゾロだ。なあ、だから俺それマジでそれはすごいな。まあそんな感じで、まあ、いや結構さ、眼帯でかっこいいじゃん。まあ眼帯ってかっこいい、ね、でもこの時代眼帯の人多分山ほどいたんじゃない？目とかさ、落としまくってただろうしね。まあでも伊達政宗の銅像って眼帯ないやつ多いらしい。あ、そうなの？なんかね、伊達政宗自身も結構コンプレックスだったらしくて、そう、固めないことが、俺の銅像を作る時は両目あるようにしてくんねっていうのでなんかその俺たちの需要と、あーなるほどね、政宗の供給が一致しない感じはあるっていうので話題です、ね。じゃあもうせっかくだからやってっか。1回3000円、その名前を背負ってるからにはいいの出してくれよ。よし、というわけで、まあ復活の晴れ政宗やってみますか。伊達先生よろしくお願いします。家ちゃんと伊達先生って漫画あったよな。何それあんの？伊達先輩だっけ、あれなんか忍者と極道っていう漫画の作者の人が前ジャンプで書いてやったわ。忍者と極道の人がジャンプなんかで連載していいの？いや、そう、最初の方知ってたの。あ、そうなの？伊達先輩みたいな伊達政宗のなんかギャグ漫画やった。へぇ、伊達政宗ってだから結構それがポピュラーな存在なんだよ、意外とみんなが好きな。まあそう、まあ、時代のあれがあるからな。まあ、というわけで、じゃあ伊達先輩よろしくお願いします。はい、3000円でどんなものが出てくるか。あ、でも重いわ。土とか入ってんじゃない？ちょっと外れじゃねえか。でも甲子園の土かもしれない。それ分かんなかったら意味ねえだ。分かったら、おー、あ、待って、おみくじ入ってんだけど。え、お、すごい、そんなのあんだ。まあ、おみくじめっちゃ、マジで末吉マンじゃん。開封、神話レアを引き当て吉、今の60万で吉。テキストをよく読むと吉、引けないものとして考える。まあ、ほんとついてないな。まあ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 、ほう、結構入ってるね。そうね、ちょっとまあ、見てみよう。東北のオリパどんな感じでしたろう。なんか不吉な、ジャミロクワイ。ちょっと似てるな。まあ、これ完全に当て紙です、はい。でなんか俺こいつにね全部主役されてる気がするから、ちょっとこっちも見て。これも多分当て紙なんだ。うん、完全に当て紙。というわけでこれ1枚にパワーが凝縮されてる、はい。で凝縮されてる時は絶対いいカードが出る。3000円、はい。どういう顔？これいい。テレレ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 レ。当たりだ。よかったね。ね。ちゃんと当たったじゃん。おお、やば、本当に。末吉なのに。末吉なのに。確かにな、これ、え、嘘やん、さっきの。これ。くじって当たらないじゃないですか。これとこれは一切シンクロしてねえんだな。それいくらぐらいなの？え、これ、あ、まあどうだろうな。まあでも初期版の5000円ぐらいするんじゃないかな。だからまあ3000円が。それ金でさ、もっといいのあるんだけど。うん。それはこれなんです。え？1個買わね。民女が欲しがるので、普段は絶対に買わないバルダーズゲートをプレゼント。やった。まあ、これはちょっと。ようやくだから、バルダーズゲート始めたことによって、まあ確かにね、そう、お前唯一俺とそのなんかマジックの接点をつないでくれたセットだから、これだけ、これとまああれ、イコリアね、イコリアのゴジラのやつと、これとトランスフォーマー。いや、お前がさっきあのセックスしたって言ってさ、あのなんかあれ、ボルデモキのレーゼル。あ、そうそうそう、うん、あれいつかちゃんと当ててあげてえな。確かに、うん、あ、もう一つ、シャドウハートともやりましたしね。あれ女なの？女で、めちゃくちゃ可愛い。あ、そうなの？でもなんかカルト教団に入ってて、うん、なんかそいつのために頑張ってる。てか、ね、やってばっかなけどね、エロゲーのバルダーズゲートってすぐ仲良くなると始まるんだよね。いや、そこだけアメリカンなのに。夜を一緒に過ごしたいわ。
ちょっと待って、そのシーンめっちゃおもろいんだけど。いいだろう、今晩あなたのベッドに行くか。A 地の全員と仲間全員と一応寝れる設定では。え、仲間って合計何人ぐらい、何パターン。アスタリオンでしょ、うん、でまあ、ゲイル、まあ、ここ男なんだけど、まあ、アスタリオンは吸血鬼なんだけど、うん、ゲイルっていうスターがいて、うん、シャドウハートとか、うん、レイゼル、うん、ウィルっていうめちゃくちゃイケメンの騎士、うんうん、あともう一人カーラックっていう、うん、赤い肌の人で、うん、そいつら全員カード知ってるわ、いるもん、うんうん、そいつらがメインの仲間で、うん、そいつら全員やれます。俺女でやってんのキャラ、ああなるほど、ね、やってるけどレイゼルもシャドウハートも食った。レズじゃんお前ただの。そうでもしょうがねえじゃん、なんかさ話してたらさ、ピンさん今晩お前のベッドに行くってさ言われる。終わった後体が傷だらけだ、痛い、立ち上がれないみたいな、もう日の出だ、早く行くぞって言われるんだよ。え、待って、思ってるのバルダーズゲート3面白そうだ。いや、あのね、マジでおもろい、ほんとに。ちょっと待って。あのさ、びっくりするのが、バルダーズゲート3すげえ面白いのが、最初に、あのもうちょっと下品な話なんだけど、イッポを設定できる。え？イッポをどんな感じしますか？え、ね、そのキャラクリの段階でってこと？そう。だから海外版だと規制ないから、そこもちゃんと映るんですよ。マジで？はい。だから、なんかその、女の子に可能です。いやもうそれは女の子じゃねえじゃん。それは意味がわからない。え、お前この動画で一番バルダーズゲートの訴求、今みんな注文してるバルダーズゲート可愛い。いやあのマジマジックやってる人全員やった。いや、え、このゲー、このセットに対する考えマジで変わると思う。だって俺今一気に欲しくなった。このロキやってる場合じゃねえと思って。いや本当にそうです。マジか。とはいえバルダーズゲートなので開封はそこまで盛り上がらず。まああの満足度でも普通に600円分ぐらい俺あるわ。うーん、やっぱ多分これゲームやってたら全然満足するんだろう。みんなも買おう、バルダーズゲート3。こいつについてたせいでゴブリンの親玉3人殺すことになった。マジで大変だった。倒し方もさ、めちゃめちゃさ特徴あってさ、なんかもう、あ、もうこれ体力めちゃくちゃある、もう勝てねえと思って一か八かなんか押すってコマンドだったから、押したら押して死んだ。やべえな、めっちゃおもろいなバルダーズゲート。お前多分ね、やった方がいい、お前絶対好きだと思う。お金も使いすぎたので一旦休憩。多分いるんじゃない全員。でもね、俺も一匹だけドラゴンに会ったのよ。もうでも想定勝てねえと思った。あ、そうなの。あれでねえかな、あれってどうなったのそれ、ね、マジックのアニメだっけ。あれは頓挫した。なんか、ね、あの定期的にもうなんか頑張ってます、なんかあの作ってますだとか言ってるけど、ああ全然一本いつやるとか言って、もう3年ぐらい経つよね。ああ、あの俺たちなんかすごい本当にいいお客さんだから文句も言わないから、うん、やってるフリーばっかされてる。なるほどね。だからその結果、まあ、俺らがもう多分出すって言った期限をもう2年ぐらい過ぎてるけど、うん、誰も何も言わないから。2021年に発表あって、なんか来年の春ぐらいに出したけど、もう2024年じゃん。まあ今年の春、来年の春ぐらいに出るんじゃないだから。今あの上がってる情報って、あのたった1個ギデオンの声優が決まったの。そこ。そこやばくね。そこは決まったの。そこだけ決めんねん。でもさ、絶対飲み会の席で決めただけでしょ。ギデオンあいつがいるよね。なんか普通さ、あの決まったらさ、じゃあメインキャスト5人の声優が決まりましたね。そうね。だから、もうだから、まあ、初めてワンピース実写化しますって言ってさ、まあ、実物になるまで多分1年ぐらいで出来上がったじゃん。うん、あの速度感がマジックいい。マジックないね。大変なのかな。本当にちゃんとしてほしいわ。はい。というわけで、まあ、一応帰る前に、まあ、都内だとね、結構もうあんま売ってないラブニカリマスターを開けていこうと思います。最初見たやつ。そう、これね、めちゃめちゃ滑るやつ。いざ発売したら結構熱く、大盛況だった。熱いパックなんだ。熱い3000円になります。 ID って言ったら、 ID って言ったら、 ID これのパート大丈夫ですか。はい、すいません。出るかも。海とか出るかもしれないね。こちら正面がレアなんで、まあ、こっから行くか。はい。珍しいね、正面レア。
まあ、日本印刷はそうなんだよ。なんかこれすごくて、なんかアメリカだと後ろがレアで日本だと前がレアっていう謎っすよ。でこの次運がいいとショックランド出なかった。ショックランドしてちょっとそこボケられるぐらいの能力あるので、こっから4回レア来て終わります。いくぞ、1枚目。うわー、使いづらいカード。コロコロの付録についてきそう。ブーン、かっこいい、ドロールじゃん。コロコロの付録についてきそう。そして次、ブーン、コロコロの付録についてきそう。いや、本当にそうだな。で、最後。え、最後ブーン、ロースか。どうすか、表情でわかるわ。すごい、言葉はいらない。悲しい。不要カード回収ボックスあるよ、目の前に。バルダーズゲートの方が良かったんじゃない。みんなで買おう、バルダーズゲートの戦い。濃度が上がってる。待って、俺このまま負けたら養分。カイジ君、ヨシ君、欲望の解放の仕方が下手。班長、もう一パック欲しいんでしょ、実は。いや、班長、俺もう金が増やせばいいじゃない。買うわ。このまま負けたら俺はよう。兄弟、今日は何を開封するんじゃ。これ負けへんで、これで当たり引くまで行くんじゃ。兄弟、危険やぞ、その道は。俺の親父が言うとったわ。ヤクザは張り続けられなかったもんが負けやってな。クゼの兄貴、クゼの兄貴。3600です。これで負けたら近江連合解散させるわ。本当に今日ガタイめちゃくちゃよく見えるもん。獅子道みたいな。獅子道みたいな。今日まあ本当獅子道みたいな。ID で。獅子道 ID で払うの出せな。絶対ゲンナマしかってか、ゲンナマしか持てない奴らだから。そうだ。見してくれや。ミスタルは俺の生き様よ、見とけ。行くぞ、来いよ。ここまではまだ関係のないカードや。こっからがまず最初の勝負。お、ショックランド。ショックランドじゃない。お前そのジョークはできんだな。で、こっからや。この後4枚が戦いやで。やったれや、兄貴。よっしゃ、行くぞ、1枚目。おい、こっち結構高いんじゃない、うん、強いでしょ、これ。赤単でそこそこ強い。こいつの話合わせれるわ。ああ、次行くぞ。あ、こいつ結構高いんじゃない、これ高いところか、これ能力バグってて面白いぞ。呪文や能力や誘発能力を対象とする。この後の文章消えてます。え、なんでだから、これマジでバグってる。バグってんだ。だから対象とする。はあ。はあ、だから。次行くぞ。かっこいい。最後や。見しちゃってや、これが俺の生き様。ベロ同人誌のキャラクター。なんで俺らからヤクザの夢奪ったや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったや。おやま、金だけ消えてくんだけど。でもこうやって経済って回っていくからさ。いや、歯車にされてるわ。カイジ君、ヨシ君、班長、本当にもうやりたいのはもう一回。でも班長、俺もう金が。作ればいいじゃない。そうっすわ。あ、もう本当はピント悪くなっちゃった。お前がぶっ壊れたせい。お前がぶっ壊れちまったから。いいよ、よっしゃ、これ最後や。あ、 ほんまに最後、ガチ最後だって。これで俺のこ、もうお金尽きるから。ゼロ円だ。ゼロ円っす。ゼロ円切る。はい、最終試合。すごいね、9000円ってこんなすぐなくなるんだ。あ、ID。 しかも俺これ1回しか買う予定なかったから。、うん、そのハリリアポイントカード1回も出してないのよ。うん、3回買うんだったら出したわ。本当にもったいないこと。もうこれは願掛けで出さないことによって当たりが引けるという。ありがとうございます。ほら、開けるやん、兄弟。ミスタルは頼む。これで大団円で終わりたい。いいね。はいはいはい、いいぞ。鼓動を感じる。なんか
すごいなんか今ドクンドクンいってる。で次が 9% でショックランド。ショックランドじゃん。もういいよそのネタお前本当は知ってんだろショックランドじゃないってこと。でこっから戦いが始まる。3回4回か。せーのドン。でせーのドン。ただ俺は3パックも買ってる。だからこれじゃまだまだ満足。次行こう。次行くぞ。せーのドン。こいつまでデコピで弾きて。で最後のカード行くぞ。行くぞ。いいよ。待って待って待って。同じ色してんじゃん。ってことは同じのが。まずこのセットって土地12種類なんだ。で12種類中10個は大当たりなのよ。まあ、ここに集中しとけ。いくぞ。せーの。勝ち。マジ旅。ストライク。いやマジでやめてください。やめたら養分だった。やめないおかげでこれを得た。みんな覚えて帰ってほしい。もうお前の威力。あれがやばすぎてピントがもう合わねえ。もうマジで諦めたやつが養分です。これ高いんだ。うん、これショックランドが9枠で光ってるから。おいくら？500万ぐらいするんじゃない？じゃあもうもう一回買っといたら。ハレルヤ仙台店最高だった。ハレルヤ仙台店今度からカード買って仙台店もう必ず新幹線乗って高級だありがとうございます。ありがとうございました。あ、はい、おちょうど休憩入れたんで。あ、ちょっとお願いします。持っててやるよ。じゃあこれ生活はすごく。やばい。何がシャドウハートやばい。何が全部売り切れ。やっぱ大人気だよ誰も必要としてないだけだろマジで。いや、やっぱりか遅かった、初動が次の店行こう。シャドウハートよくするんだ。まあ、というわけでハレルヤ仙台店でもアド取ってきたな。そうだね。ああ、だいぶ金使ったけど予算ほとんどないよ。もうそうね、もうほぼ完全使い切ったと言えるんじゃないかな。まあ、とはいえでもやっぱ結構いいのあったじゃん。バルダーズゲート。うん、バルダーズゲート、まあ、バルダーズゲートで仲間とやれるっていうところがすげえ心に残ったな。そんなゲームなんだと思って。アーケードもね、なんか終わりが見えてきまして。いや、いいね。結構、じゃちょうどいいぐらいだな。うん、まあ、散財したし、アーケードも抜けたし。うん、まあ、というわけで、アーケード抜けたな。あの一番奥の山まで行ってみようかな。ちょっと行きてえな、もうここまで来たら。で、俺らアーケード抜けたと思ったら、別の角度でまたアーケードが始まるっていうね。だってあっちにまだあるんだろう。すげえな。さっき俺が言ってたそのジョジョ店やったメディアテイクの方とかになるかな。へえ。ちょっと仙台の街から離れて。なるほどね。まあ確かに俺ら直線距離でだいぶ来たからな。うん。いやでも仙台のアーケードちょっと堪能できたわ。まあカードも買えたし。そうね。うん。まあ取れ高もあっただろう。あ、だあんだけ金使ったんだからな。うん。あったよ。うん。まあ、というわけで、まあ、マジ旅仙台1日目、まあ、このアーケードをもってして、まあ、締めとしますか。あ、ちょっと待って、はい、俺さ、お前に一個連れて行きたいとこあるんだわ。ちょっとここから離れるんだけど。明日はダメなの。じゃあ今日行こう、このまま。まだ日もね、明るいんで。俺でももう予算使い切ったよ。予算ってか、まあ、ノルマだけど。大丈夫、まだあるから。え、マジで。はい、行ってみましょう。真のマジ旅へ。プレゼントキャンペーンのお知らせ。ハッシュタグマジ旅 MTG でこの動画の感想をつぶやこう。肯定的なご意見、否定的なご意見、どちらも大歓迎です。思ったことをハッシュタグマジ旅 MTG でつぶやこう。ポストしてくれた方の中から抽選で4名様に指輪物語ホリデーリリースコレクターブースターを1パックプレゼントします。動画の感想どしどしつぶやいてね。